まあ私がね、集めたデータと照合してね、ただね、データで買うならね、この馬じゃないんだよね。ちょっと私ね、今回、データも重要ですけど、それにちょっと逆らった買い方をね、してみますよ、今回は。どうしてもね、皐月賞のあの走りがね、ちょっと私、あれなんですよ。離れないんですよね。これめっちゃ強い馬じゃない、なんじゃないか、みたいな。はい、じゃあまあね、枠からね、枠データから。まあ、ダービーはね、外枠はね、もうゴミのように来ない。これがね、もう、定説です。完全超内枠有利。で、なんと、過去10年間、ね、一着になった馬が、一桁番台が8頭。だから、過去10年で、二桁番号で一着になった、馬番で一着になった馬は、なんと、ディープブリランテと、ドゥラメンテ。この二頭しかいません。なんで、一着に限って言えば、一桁馬番の馬が、8回来てるという。10回中8回。8年間、一桁馬番が、来てます。ですが、昨日のね、土曜の芝の東京のコースのあれを見てみると、なんとですね、芝の5レース中、大外、外枠が5勝してるんですね。だから、これはもしかして、内も外もこれ伸びるんじゃないのかなと、今回。だからそんなに枠順は気にしなくていいのかもしれない。昨日の時点で、レースで、外枠が5回来てるんですよね。だからこれ外枠でも、まあ、位置取りとかにもよるけど、まあ、あんまりね、考えなくてもいいかもしれない。だけど、やはりね、ダービーは内枠が完全に有利です。とにかく、1枠1番なんていうのは、もう 50% の確率で来ます。1枠。だからこれさえ買っとけば3着以内に2回に1回は1枠が来てる。副勝率 40% だから。だからこれはね、内枠を手に入れた馬っていうのは完全に有利。過去10年で1枠の副勝率が 40%。2回に1回ね、約1回馬券になってます。だから内枠の馬を買った方がいいですよ。買うとしたら。はい。で、そしてローテーション。圧倒的に、皐月賞組が強いです。で、その際にね、着順は問いません。例えば10着だろうが、5着だろうが、7着だろうが。もうこの王道ローテしかもうほとんど来ません。NHK マイルカップも、構想しないと来ないし、青葉賞なんてゴミ。あと、京都新聞杯もほぼ来ない。来るとしたら2、3着だね。1着はほぼないから。だから、ここで一着になるのは、皐月賞。皐月賞を走った馬を、まず買ってください。はい。これは完全に有利です。ローテーション的に。はい。そして、血統ですね。これもね、すごいデータがあってね。過去5年でね、ディープインパクト3が3勝してるんですよ。で、去年なんて、まあ、俺は、留置場に捕まってたんですけど、ディープインパクト3区は1、2、3フィニッシュで決めたんですね。やはりこの東京2400メートル。高速決着。そしてね、スローの究極の上がり勝負になることは、もう間違いないです。完全にまあ、先週のオークソリ、モズカッチャン2着で本命。外れましたけど、完全に瞬発力勝負になります。なので、上がり3ハロンが、データを見てね、上がり3ハロンの上位の馬を買っとけば、当たる確率は高くなると。それだけで。はい。はい、そしてね、展開です。はい。まあ、1000メートル通過がね、61秒。まあ、行く馬が多分いないんで、俺の展開予想だと、クリンチャーっていう馬がいいんですよ。このクリンチャーが内枠を利にして、多分逃げると思うんですね。で、それに続いて、マイスタイルとトラスト。
で、その次に、ダイワキャグニーかな。で、次、RI。で、ダンビュライとアメリカズカップが続いていって、で、その次にマイネルス・フェイ。で、ペルシアン・ナイト。で、こう、スバーブ・リチャード、ジョースト・リクトリ、ウィン・ブライト、カデナ。で、もう、最後、後ろの後方勢は、サトノ・アーサー。ベストアプローチ、強兵。で、レイデオの最後方にアドミラブル。うん。で、まあ、1000メートル通過が61秒台前半のスローと私は読んで、今回、直線だけの用意ドンの差しの、キレッキレのね、瞬発力勝負になると、私は、展開を予想しました。はい。じゃあね、バカ馬と、いや、アドミラブルね、最高峰。うん。後方にいないと届かないから、まあ、うん。前に出しちゃうと切れ味がそがれちゃうから、もう我慢して我慢して、後方待機だね。うん。ベストアプローチとかサトノアーサーと一緒に、もう後方に溜めないと、絶対、あの馬の切れがなくなっちゃうから、アドミラブルはもう、15番手あたり外れると思う、多分。何じゃあどっちバカか本命か。バカか本命。バカ馬ですか。はい。じゃあね。今回、日本ダービー、絶対、買ってはいけない、バカ馬。それは、8枠 !18 番アドミラブルです。これを買っちゃいけません。一番人気のアドミラブルを買うやつはバカです。もう競馬やめた方がいいよ。ね。大外ね、ダービーで大外なんか買っちゃう素人はもう競馬やめな。ね。過去10年で、しかも大外なんかほとんど来て、ほとんどが一回も来てないからね。それだけ外っていうのは、きつい。しかもローテーションがゴミ。うん。青葉賞を勝った馬、一着になったことないからね。うん。過去10年間、青葉賞を使ったローテーションで、ね、27回ね、過去10年間、ダービーに出走したんだけど、ね、どんな成績か知ってます？ね。なんと、1着0回。2着2回。3着2回。4着以下23回。やばくない？こんなんでアドミラブルは買えないでしょ。ね、青葉賞なんかね、確かにね、時計はいいよ。うん。そんなのね、でもね、何度騙されたか。俺はペルーサで G1 なくなったからね、俺。うん。俺はね、何年前か忘れたけど、ペルーサっていう馬がいたんですよ。あれに10万かけてね、亡くなったんですよ。スーパーマーケット、1ヶ月分の給料、絶対こいつ勝つと思って。そしたら6着になってね、ペルーサが。そう。もうあれはもう本当にショックだったんだから、ファンディーナと一緒だよ。そう、ペルーサに10万いったんだよ、俺。うん。あいつは絶対、第2のペルーサになるから。間違いない。俺の予想ね、アドミラブル5着だね。アドミラブル5着。うん。だから絶対に買ってはいませんよ、アドミラブルだけは。もう大外と青葉小ローテってだけで、もう買えません、この馬は。あと、デムーロとか乗ってるけど、結局さ、デムーロが走るわけじゃないしね。うん。いや、ここは別に公園の中大丈夫、誰もいないよ。今、誰もいないよ、ほら。あ、誰か行った。まあそういうことでね、アドミラブルだけは絶対買ってはいけません。はい、ね、本当に買っちゃいけませんよ、アドミラブルは。うん、ペルーサとは違ったよ。ペルーサと同じじゃん。うん、ペルーサより弱いだろ、あれ。どう考えても、まだペルーサの方が強いわ。うん、はい、じゃあね、私の本命を発表いたします、今日の。いやー、今日ね、実は当たったら40万になります、これ全部当たったら。うん。全部当たったら、
もうこれ40万だよ、みんな。